いつも音声合成ソフトを使って展開しているこのチャンネルですが、今回は自宅のリビングの様子をそのまま公開しているので生の音声がたくさん出てきます。変わったね。何を全部変わったね。おはようございます。マイクの問題で聞きづらいところがあるかもしれませんが、アクアリウムと家族という永遠のテーマに切り込んでいるので、ぜひご覧ください。ありがとうございます。イマチです。リビングにあるメイン水槽、45センチ水槽です。我が家では一番大きい水槽なのですが、アクアリウムをやってるうちに60センチ水槽が欲しくなってきました。60センチのレギュラー水槽の縦横比率は1対 1.66 なんですよね。これは人間が最も美しいと感じる比率、黄金比に近く、毎日鑑賞する上で美的感性を高めたでかい水槽が欲しかったんです。ということで、45センチ水槽を撤去して60センチ水槽を設置することにします。隣に並べておいたらいいのではと思われるかもしれませんが、この状態だとホースの取り回しが大変になるので断念しました。要するに水槽のサイズアップがしたいって話なんですが、こんなことをまともに家族に相談してうまくことが運ぶとは思えません。なので妻が実家に帰った時こっそりと決行しました。ちなみにこの60センチ水槽の立ち上げ動画はすでに公開しているので、よかったら見てみてください。今回のポイントは、水槽がサイズアップしてること以外はなるべく変わってないようにするのが重要です。その鍵を握るのがスポット型ライト T90RGB です。これは30センチから60センチの水槽に対応しているため、そのまま使い回すことができます。というか実はそれを見越して3ヶ月前に購入していました。もともと45センチ水槽には黒のトライアングルグローがついていましたが、 RGB ライトが欲しくなったことに加え、今回の水槽すり替え計画を実行するために購入していたのでした。ですので、この存在感あふれるスポット型ライトは従来のままとなり、水槽のサイズアップにより気づかれにくいという算段なわけです。そしてもう一つが水槽台です。もともと45センチ水槽に使っていた水槽台は純のステージや、これも同じメーカーのもので揃えることでより気づかれにくくしようという試みです。本来なら水槽も同じメーカーのものを揃えた方が良いんですが、ADA のキューブガーデンにしたかったという欲を抑えきれなかったので、ことぶきのレグラスから変更しております。かなり気づかれにくい設計にしたつもりですが、どうでしょう。ということで、お待たせしました。いよいよこれから説の検証となります。なんかすごい色々綺麗になってね。ありがとう。これでもいいね。なんか私に隠してる？何をよ。わかんないけど、なんかすごくされるような気が。僕が体で水槽を隠しているように見えたみたいです。そわそわしちゃってます。隠してない。なんか怪しいけど。気のせいだよね。なんかした？変わったね。何を。全部変わったね。なんかちょっとリセットした。ただそれだけ、うん、なんか購入した、うん、なんかだいぶ汚かったでしょ前、うん、綺麗にしたね。まあ新しい草が入ったけど、
何も変わってないか。何も変わってないよね。なんかやけに隠すかな。隠してないよ。本当か、なんか間違いがなんか探しちゃうよね。あ、その子カビカビカビになっちゃった。年賀状見てきた？見てない。広いお家ってすごいね。結局、帰宅してから寝るまでの3時間半、水槽が変わっていることに気づきませんでした。正直、さすがにすぐバレるだろうと思っていたんですが、よくよく考えてみると、普通の人は家にいて水槽に興味を持つ時間なんて1分か2分くらいなのかもしれません。あの撮影から数日経った今もネタバラシはしておらず、何事もなかったかのように60センチ水槽がリビングに鎮座しています。今後何かの拍子に気づかれることがあるかもしれませんが、可能性が高いのはこの動画の存在がバレるか、もしくは押し入れにしまってある45センチ水槽と水槽台が見つかるかのどちらかだと思います。また動きがあればご報告すると思いますので、何の情報にもならないチャンネルですが、よかったらまた見に来てください。それではご視聴ありがとうございました。